本とタイ観光チャンネル。滞在住者が語る物議になったこともある警官もどきと本物の警官。皆さんこんにちは、日本とタイ観光チャンネルです。タイの道路を走行していると結構紛らわしい人を見かけます。それが警官もどき、警官もどき。しかし日本やアメリカで稀に見ることがある警官の不良した不届き者ではないのです。彼らは行動で堂々と交通整理をしているのです。俗にボランティア警官と呼ばれますが、警官もどきと勝手に呼んでいます。なぜなら状況を知らない人、例えば観光客から見るとどう見ても警察官にしか見えませんから。それとボランティア警官と呼ぶ割にはただ立っている人がほとんどです。誘導棒を持って笛を吹いているだけ。しかしそれは単なる動作、交通誘導していない人が山ほどいます。さてこの道路はタイの一般道で、対向車が普通に走行しています。もうすぐ前方の T 字路の中心に人が見えてきます。警官が交通誘導、整理をしていますね。はい、この人は警官もどきです。なぜわかるのかは後ほど説明しますが、警官もどきは警察官が持つ権限はありません。交通誘導で反対車線を走行させていいものか疑問はあります。これで事故が発生したら誰の責任になるのか、運転手だそうです。こういう人たちの中には POLICE と書かれたジャケットを着用している人たちが多数います。外国人から見たら完全に警官だと思いますよね。それでいてタイ語でボランティアと表記されていることもあるそうです。前方に見えてきました、本物の警察官です。しかも3人います。もう一人はここ、ちゃんとパトカーもあります。でも違法のオフィルバイクはスルーです。正規の警官はあの色の制服です。異なる色がボランティア警官ですが、2016年頃に制服の色を本物の警察官に見せることを禁じたということです。前は市販されている警察グッズを身につけ本物のふりをする連中も出てきたそうですが、問題だったのは当然ですが、制服の色を変えたなんて内輪の話、外国人には分かりません。また個人的な受け止めですが、このボランティア警官、この行為で収入を得ていると思っています。なぜなら組織的といえる同じ色の制服の人たちがいること、そして同じ人たちが同じ場所に同じ時間にいること。本当の手弁当のボランティアなら毎日毎日は無理だと思っています。最後に一つだけ触れます。本物の警察官、同じ場所に3人いないでほんの少しの距離でできる仕事があるんだから、地域住民のため動こうよ。そう思うのは一人だけですかね。